アンギョドンと、リトルツイスターズ、キキララちゃんに、で、イチゴの王様に、マロンクリームに、チアリーチャウと、来まして。もう半分以上来てるんだよね。あと、キティちゃんと、マイメロと、クロミと、ああ、そうだ、シナモロール出てなかったな。そうだね、マイメロ、クロミ、シナモロール、キティちゃんでコンプだから、あと少しで、いけるな。よし。アクリルさんの、みんなで応援、アクリルさんのシリーズ。これコンプできたら次、すみっこ暮らしのやつもね、コレクションしたいんだけど、すみっこ暮らしのやつ売ってないんだよね。まあ、でも一番の、俺の大好きなハンギョドンはね、もう2個ゲット、かぶったね、2個ね。かぶってるから、もう、なんだろう、コンプできなくても、安心じゃ安心なんだけど、ここまで来たらやっぱ、コンプしたいよね。最後のさ、はあ、めっちゃ緊張する。さて、何が出るかな。キティちゃん、キティちゃん、ゲットできた。俺まだキティちゃんが来てないんだよね。まさか、ハン、シナモロールだ。ちょっとうまい具合に来てる。メガホン持って応援してるんだね。青いからまさかのトリプルハンギョのかと思った。あーでもトリプルハンギョでもよかったよな。トリプルハンギョでもよかったね。シナモロール初ゲット。やったー。あとで、ね、ちなみにこれね、食感なのでギャムが、四角いね、この甘ったりギャムが入っておりますので、後で噛むかな。なんか作業してるとき、口寂しいときに噛むとね、噛む力大事だからね、ガムを噛んで、次はキシリトールのガムいつも噛んでんだけどさ、顎が筋肉痛に噛みすぎて、筋肉痛だから噛みすぎるのも良くないような筋肉痛だから、で、おー、かわいい。シナモロール、やったぜ。コンプに近づいたぞ。あと少しでコンプリーティング、さっ。これシートなんか邪魔だよね、このシートね。これ毎回剥がすのめんどくさいんだけど、まあ、一応こう、シートがね、でこれ剥がした方がすごいね、綺麗なんだよね、ほら、ピカピカってなってね。シナモロール、やったぜー。で、こっちにもシートがついてるので、なんかうまい具合に来てるなぁ。こういうシリーズって結構ね、あ、でも結構被ったか。ささ、もうこれ剥がすのうまくなったわ。それじゃあ道具作って剥がして、台座とセッティングして、おぉ、あ、ちょっと下グラデになってんのかな。下の透明からさ、ブルーになって今、あ、グラデっていうかカラーが、ここから分かれてるんだね。シナモロールできた。やったー。ありがとうございます。フレーフレー。フレーフレーシナモロールと名付けるべきか。見てこの迫力。うわー、すごい。やっぱ揃ってくるとこれ本領発揮するね。こういうシリーズってね。すごく可愛いな。被ってもね、自分の好きなキャラこう、たくさん置いてもいいし。かわいい。やっぱ、ハンギョの一番俺でいいんやね。好きだけど、ハンギョだ。よし！オッケー！あと少しコンプだ。今、4、5、6、7、あと3種。3種。クロミ、キティちゃん、そして今、シナモロール出てから、マイメロだ。ここだ。ここのトライアングル。うわー。次回うまくいったらコンプだな。いけるかな、コンプリート。まあ、これは多分売ってると思うんだけど。すみこ暮らしのやつ、なんかあるらしいんだよね。これ教えてもらったんだけど。みんな持ってる？すみこ暮らしのこのアクリルスタンドシリーズ。すごい可愛いんだって。だから俺もぜひね、ゲットしたいんだけど、トカゲ、特にコレクションしたい。ラインナップまだわかんないけど、トカゲの単体あったらさ、あ、待って。まさか死な。こんなことってある。こんなことってある。まあまあ、嬉しい被りなんだけど、可愛いからさ。うわぁ、マジでか。シナモロール。2個被ったわ。ラスボス残ったな、やっぱな、キティちゃん。もう、やっぱサンリオと言えばキティちゃんだもんね。サンリオの顔と言うべきか。キティちゃんが残ってしまいました。ということで、まあ、今のところはね、こんな感じで、来てる。めっちゃ可愛い、ほら。すごい可愛くない？イチゴの王様いいね。なんか、指揮棒を持って、こう、真ん中、あれかな、一番前歩ってる、こう、で、マーチング隊の、更新してる一番前を歩いてる、こう、イチゴの王様みたいな。音楽が聞こえてきますな。いい感じ。それではまた次回ね。次の開封動画でまたお会いしましょう。あと3個でコンプだから。